今日は昨日に比べると上空の寒気が強まってきています。このため北海道地方では雪の降り方が強まっています。また北陸地方にかけては平地でも雪となるレベルの寒気が入り込んでいる状況です。さて北海道地方雪の降り方強まっている原因がこの気圧の谷です。この気圧の谷の影響で風も伴い猛吹雪となっているところがあるんです。さてこの後の雪と雨の予想を見ていきます。今日にかけては北海道地方風も強まり雪の降り方も強まりそうですから猛吹雪に注意警戒が必要となりそうです。そして今夜遅くにかけても同じような場所で雪が降り続き明日にかけては冬型の気圧配置となるため北陸地方から北日本の日本海側で明日も雪となり風も強い状況を続きそうです。では明日の全国のお天気まずは予想天気図から見ていきます。明日になると冬型の気圧配置となります。このため引き続き日本海側の地域では雪となりまして太平洋側の地域では空気の乾燥するところありそうです。ではマークで見ていきます。沖縄は明日も雨で局地的には激しい雨の降るところがあるでしょう。九州地方から関東地方にかけては明日も日差しが出そうです。ただ九州地方や四国地方こちらの地域ではこの時期としては暖かいところ続くんですが東海や関東地方は今日に比べると気温も低くなりそうです。そして北陸から北日本の日本海側では明日も雪となりまして気温もぐっと低くなってきます。札幌の予想最高気温明日はマイナス1度と真冬日の予想です。北陸から北日本の方は特に暖かくしてお過ごしください。